バイオリニストの高嶋ちさ子です。作曲家の樺沢美乃です。 25th anniversary 高嶋ちさ子&樺沢美乃愉快な音楽会を開催します。はい、なんと私たち25周年。そうなんですよ、仲良くやってきましたけども、はい、このコンサートの見どころは一体どんなところでしょうか。見どころって言ってる時点でね、いいと思いますよ。聞きどころは聞きどころだからいいのよ、いいのいいの。なぜならばこのコンサートね、見どころがたくさんなんですよ。もうね、あの宴会芸に近いようなねあの楽器の紹介コーナーだったりですね、はい、本当に楽しいところばかりなので、あのコンサートだと思って来ちゃうと、余計楽しいからね。あ、そのつもりで来ると、ね、そうジョコリアみたいな、そうだから笑おうっていうつもりで来ると、ああこんなもんかな、ね、みたいな感じになるから、まあけどどっちにしろ楽しいコンサートになるので、ぜひいらしていただきたいと思います。